はいどうもタンタン札幌店です。今日はケリーのクレですね。久しぶりにいろんな機種揃いました。こちらコアのモデル、コアテナーですね。 T の GV というコアのテナーモデルでございます。こんな感じ。はい、木目自体はちょっと色が薄めで、かなりこうすっきりと縦に伸びた、そんな印象のコアの木目ですね。コアらしいカラッとした雰囲気ってもちろんすごくあるんですけれども、その中でもなんていうのかな、ケリーは作り自体も非常にシンプル、素朴な昔ながらの作りっていうこともありますし、このナットサドル、ナットサドル、ここもね、今はほとんどのメーカーが牛骨もしくはタスクとかそういった合成樹脂とかでできているところが多いんですけれども、あえてこの木、これをねコアを使ってるんですよね。それによって音の立ち上がりが非常にマイルド、まろやかな雰囲気っていうのかな、明るく抜けのいい音ではあるんですけれども、こう角が立ってないというか、そんな感じですね。結構コアらしいカラッとした音でありつつも、やっぱりこの音の丸さ、あと素朴さ、なんていうのかな、あんまりこう倍音成分が多い感じの鳴り方ではないので、非常に素朴な雰囲気、コア材を使ってでもやっぱりすごくそういった感じが感じ取れるというかな、なんとなくこう昔ながらのウクレレっぽい雰囲気の音っていうのかな、そういうのを非常に感じられる、最近のメーカーでは珍しい作りタイプのウクレレなんじゃないかなと思います。はい、ということでこちらケリーですね。ケリーのハワイアンコアモデルのテナーサイズ T の GV というこちらモデルでございます。こんな感じの、こういった雰囲気のモデルでございます。はい、ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。